はい、皆さんこんばんは、高幸です。皆さんもね、もうご存知という事件になるんですけども、遺体は冷凍庫で凍らされていたという事件なんです。なんで遺体がね、冷凍庫に入れられていたかなんですけども、いろんなね目的が考えられます。腐敗臭がしないように冷凍をしておく、そして死亡推定時刻をわからなくする、そういったことから死体を冷凍庫に入れて保管するというね方法が過去の事件でもですね行われたりします。詳細をね詳しくお話していきたいと思います。魚津市で経営していた飼育施設で複数の犬を虐待したとして、警察は17日40代の女を逮捕したとのことです。女は死んだ犬を施設内の冷凍庫に入れて放置するなどずさんな飼育を続けていたと見られるそうです。逮捕されたのは東京都豊島区のアルバイト店員武田容疑者44歳。44匹の犬を育てたり販売したりしていたそうなんですけども、ここ最近はですね犬をしっかりと育てることができず、親が代わりにね、面倒を見ているようなこともあって、でその親がですね面倒を見きれず動物保護団体にですね連絡を取ったそうです。いったね、動物の飼育のね、管理会社ですね、定期的にこういったニュースは多く出てくるんですけども、本当にですね、商売道具としてですね、扱っている業者は本当にねなくなってほしいと思います。動物もね、生きてます。しっかりとね、同じ生き物として、育てていくという思いがあって育てられない人は本当にねやめてほしいと思います。実はね、魚津市で、ドッグサロンの経営者が逮捕されたというニュースをお届けさせていただきました。ではまたね、次回お会いしましょう。じゃあね。